走路コンディションはどうなのか。スタートまでは3秒を切ります。1つ目の準決勝9レーススタートしました。ゼロ班のスタートは片野と福田、互角の飛び出しになりました。インコースから片野がまず1コーナーを制しようとしているんですが、外から福田、インコース残した片野、後ろは4番柴田先行していますが、バックスレッジ2番の福田が片野の内を狙いましたが、片野しのいでいます。中段には6番の泉田、そして8番の山田、7番の平田並んで5番の山際最後方に交代。レースは2周目に入りました。福田の構成しのいで1番の片野が逃げ展開です。福田2番手、3番手から4番の柴田健二、さあ柴田が福田の内を覗きかけましたが、3番手変わりません。3番の長谷4番手、その後6番の泉田、8番の山田、7番の平田、最後方5番の山際一息。残りは4周回となっています。片野が依然としてレースを引っ張っていきます。2番の福田2番手我慢していますが、さあ今度はどうだ。4番柴田、柴田がインコース届きそうか、入ってきました。この3、4コーナー2番手体勢変わって4番の柴田健二が2番手に上がりました。柴田健二2番手上がって残り3周回、柴田の後ろに2番の福田が交代、そして3番の長谷が4番手、その後ろじわじわと8番の山田が上がってきています。山田は現在5番手の位置、内側狙って7番の平田、3番手3番長谷が福田を捉えて3番手へと上がりました。さあ山田の動きはどうでしょうか。まだ5番手から4番手の一戦で残り2周回、1番の片野が軽快に逃げています。リードは十分だ。さあ片野連勝ゴールへ爆進中、2番手4番の柴田健二、3番手が3番の長谷となっております。さあもう興味は2着争いか、4番の柴田、3番の長谷、浜松勢による2番手争い、8番の山田達也は4番手までがいっぱいでしょうか。その後に7番の平田が続いている。1番の片野里沙鮮やかに逃げ切りそうであります。4番の柴田に最後は長谷が接近も、こちらも3番手変わらず、1番片野逃げ切りました。2番手柴田。ブルーランプが消えました。まずは注目のスタート3秒前、2つ目の準決勝10レーススタートしました。20戦のスタート、5番の中山若干ダッシュがつきません。3番の遠藤、4番の鈴木和真、鈴木和真が遠藤の前に出ていきました。まずは1番の深澤が逃げています。後ろからは笠木が攻めの主導権をつかんで3番遠藤を捉えました。4番鈴木が2番の赤堀をまくって2番手へと上がっています。4番鈴木も順調、立ち上がりでちょっと滑っている選手が見受けられますが、インコースから笠木の安定感、3番手へと上がりました。2番の赤堀を捉えている。さらには8番の佐藤真也も笠木についてきています。そして4番の鈴木和真がここで先頭に抜け出しました。鈴木和真も近況絶好調であります。深澤粘っていますが、そこに笠木をしたか、捉えて2番手上がりました。8番佐藤真也現在4番手の位置、4番の鈴木、そして7番の笠木、この2人がペースを掴んでいる。さあ佐藤真也が3番手上がりましたが、この前の浜松勢に迫って捉えて優秀権に浮上することができるかどうか。残りは3周となっている。今5番中山徹が4番手上がりました。浜松勢の引っ張り、4番の鈴木和真先頭も笠木が狙っています。狙いを定めて入ってきました。 3,4 コーナー、笠木の安定感、近況抜群の安定感を誇る笠木義隆、思想タイム334番時計ながらも先頭に抜け出しました。4番の鈴木和真、さばかれながらも2番手で食らいついている。さあ佐藤真ピンチでしょうか。今3番手、4番鈴木和真との車間はまだ 2,3 写真がある。ブルーフラッグ残り1周回、佐藤真也3番手、優先はどうか、厳しいか、先頭7番の笠木、4番の鈴木和真、2番手ぴったり張り付いてキープ、8番の佐藤真也追いすがりますが、どうやら3番手までがいっぱいでしょうか。最後の直線コース、笠木、鈴木、佐藤真也3着。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前、3つ目の準決勝11レース、赤ランプです。
3つ目の準決勝11レース赤ランプがつきました。果たして誰なのか。6番。お客様にお知らせいたします。6番車のフライングのため再発送いたします。再発送の一角、岩田のフライングで再発送。再度ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前です。3つ目の準決勝11レース、スタートしました。今度は決まっています。ゼロハンのスタート、外から渾身のスタート、平川がどんと行きました。好発進です。1番の斉藤、2番手は何とか残した。そして中段外から8番の永井がかましてくるがどうか。内側から五十嵐が先手の攻め、五十嵐が3番手と速攻で浮上しました。3番の福村、4番の真中、その後ろに8番永井、内側に岩田、5番の水健吾、最後方うまく車群の真ん中分断して8番永井が5番手から4番手へと上がろうとしている。五十嵐の後ろ永井が上がってまいりました。さあ五十嵐が早めに2番手へと上がっていく。1番の斉藤、3コーナーで捉えました。平川のペースはどうでしょうか。五十嵐の動きが良好だ。2番手上がっている。五十嵐が平川を6オンか。残り4周回、ここで永井が今3番手へと上がりました。先頭平川、その直後に五十嵐、狙っている五十嵐、入ってきました。3コーナー容赦なく平川を捉えたのは五十嵐和夫であります。五十嵐が先頭、平川2番手交代、永井大輔3番手、残りは3周となっています。さあ前の2人を見据えるところに8番の永井、ついてくる6番の岩田博臣の姿。岩田が4番手、ここで平川を永井が突破、唯一圏へと上がりました。8番の永井大輔2番手上がっている。先頭が五十嵐、2番手永井、3番手と6番の岩田か。2番の平川検討していましたが下がって4番手交代。岩田が3番手、フライングを切りましたが3番手と車検圏内に浮上。そしてトップ争いは五十嵐と8番の永井大輔。さあ永井が外から切り返しの体勢を作る。ここで体勢作って五十嵐の懐、飛び込んだ永井大輔。永井先頭でブルーフラッグ、残り1周回、2番手が五十嵐、食らいつく。3番手6番の岩田博臣、ここは20戦最終ハントリオの先頭2番手3番手の決着となりそうだ。先頭長い2番手五十嵐、岩田3番手で合理。ブルーランプが消えています。スタート3秒前、最後の準決勝12レース、スタートしました。20戦のスタートは下り、5番の藤波ダッシュがつかない。7番の加賀も大きく遅れました。8番の森がローせず6番手へと上がっています。1番の岩永がスタート残して逃げ展開、2番の石井捕まって斉藤翔吾2番手上がった。4番の武藤もついてくるか。武藤が 3,4 コーナーで2番の石井の懐をめがけています。8番の森が5番手で先端を見据える位置で上がりました。その後離れて5番の藤波、6番の黒岩明、7番の加賀が最後方です。1番の岩永粘っている。外から3番斉藤翔吾、内4番の武藤を狙っているが、まずは3番の斉藤がまくって先頭か。外から8番の森克幸も上がってきました。森現在4番手、その直後5番の藤波。さあ8番森が今度はインコースへと切り込む。8番の森一気に先頭、森が先頭に突き抜けていきました。3番の斉藤翔吾2番手、そして3番との際3者並んでいるが、インコースから5番の藤波直也、藤波が3番手へと上がってまいりました。その後は4番の武藤、外から黒岩明、森が抜け出して残りは3周回、早くも焦点は G 争いになりました。3番の斉藤翔吾、5番の藤波直也、浜松勢の攻防だ。さあインコースから藤波が入ってくる。藤波直也2番手へと上がった。3番斉藤その後ろ交代、4番の武藤と6番黒岩が4番手で競って、残り2周となりました。健闘光る準決勝戦の浜松勢、2番手の末から5番の藤波直也抜け出した。3番の斉藤翔吾3番手交代し、内側に武藤博臣。さあ武藤が3コーナー飛び込んで3番手へと上がって、2番手終えるかどうか。しかしあと1周しかありません。森克幸が後続を突き放しました。2番手5番の藤波直也、3番手は車間が空いて4番の武藤博臣。どうやら体勢固まりましたか。4番手6番の黒岩明となっている。8番の森が突き放しました。森圧勝となりそうだ。永井に続いて連勝ゴール、2番手5番の藤波直也。
よろしくお願いします。ライター照明ではなしではレースができないぐらい日は落ちてまいりました。優勝戦を迎えます。ハンデゼロには初部位なるか、片野梨沙、10メートルは藤浪直哉、鈴木一馬、大外柴田健二、そして20メートルは五十嵐和夫、笠木義隆、永井大輔、森且行、以上の8名による優勝戦です。一番人気は長い12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、12レース優勝戦スタートしました。さあ20メートル線のスタートラッシュ、長井がいいスタートを切りました。最重半から長井がトップスタート体勢だ。5番の五十嵐、6番笠木が続いて森は最後方からの競争になりました。1番の片野が逃げる体勢です。2番手には10メートル線から棄権を制した柴田、さらには藤浪、鈴木和馬が続いています。1番の片野を追いまして早くも柴田健二、さあ21コーナーで1番の片野を捉えまして柴田が先頭に上がりました。最重半からトップスタートを切りました長井でありますが、さあ動きとしてはどうか。この3コーナーでは3番の鈴木和馬のイン側を突こうとしています。さあ4コーナーでは各選手が交錯しています。先頭は柴田、2番手には藤浪、3番手片野の内を捉えて長井大輔、さらに前進になりました長井であります。4番の柴田が引っ張っていますが、藤浪がものすごい推進力だ。ここで藤浪が先頭に上がりました。3番手でじっくり前を見ているのは長井大輔、五十嵐も負けない足色だ。残りは3周回、藤浪がレースをリードしています。2番手は4番の柴田健二、3番手から前2人を見ながら長井大輔、どのように攻めるのか、どのように攻めるのか。ちょっと車を引いた4番の柴田、相当から長井がかわしたかわした、2番手で上がっています。先頭藤浪と1対1の跳馬を作りまして、さあ残り2周で入った、長井が先頭に上がっています。長井が先頭に上がりました。森且行は長井とは対照的に現在8番手に甘んじています。この3コーナーでは4番の柴田の内を捉えようと5番の五十嵐でありますが、まだ突進は届いておりません。残り1周ブルーフラッグ、どうやらスーパースターを前にしまして3連勝完全 V が目前に見えています。長井が先頭だ。3番手には5番の五十嵐、最終コーナー3番手に上がっています。先頭は長井、長井が先頭だ。102回目の優勝ゴールが目前だ。今先頭がゴール、長井の優勝。3連勝で長井大輔、見事な勝利。これでまた通算1200勝にもさらに一歩前進となりました。2連勝短式、7番2番2770円、10番人気。2連勝複式、2頭7の組、1750円、7番人気。3連勝短式、7番2注目の結果は